はい、ヤフーチューブどうもなぎです。さて、今日もヘアスタイル解説やっていこうと思います。で、今日はお題いただいた、やってなかったっけな、 A-っていうグループのニキくん、ニキくんでいいのかな、のヘアスタイルを見ていこうかなと思うんですけども、まあ、まずこの髪型、まあ別に ウルフっていうかな、センターパートと、まあウルフだね、別になんてことはない。別になんてことはなくない、別にセンターパッドウルフで耳半分ぐらいのラインでウィーってやって前髪だけちょっと短くしてこうつなげてあげて、で耳かけてるだけじゃん。これもみあげられちゃう、別に刈り上げてもなくて、で別にボンノグボっていうか、まあ、ライン上で普通に切って丸マッシュ作りながら襟足はちょっと長めに残して、別にストレートアイロン作ってここだけドライヤーしてあげてふわってしてるだけだから、別になんてことはない。こんなん別に流行ってる、これが流行ってるのもよくわかんないんだけど、俺は。なんか別に、まあ普通というか、どこにでもあるような、髪型っちゃ髪型だと思います。別に難しいことなんてな、なんでもなくて、誰でもやってるんじゃない？別に襟足短くすれば、あれだし、っていうような感じで、昔からあるヘアスタイルです。別に。ただ髪色が違うっていうだけで、基本的にもう昔からあるヘアスタイルだから、何かを変えたって、長さとか多少のバランスは変わってるっていうのもあるかもしれないけども、基本的に昔からあるので、別に目新しいものでも何でもない。誰かがやってる、芸能人の人がやってる、モデルさんがやってる、だからかっこいいっていうだけであって、別に髪型的には昔からあるヘアスタイルなんで、難しくもなんともありません。簡単ですね、これは別に。これピンク髪、これね、なんか、ね、横顔もあったんだけども、あのね、見た感じ普通の最後2ブロックマッシュ、これ多分さ、ちょっと俺分か経由が分かんないけど、多分もともと全部金髪とかだったんじゃないの、違うのかな、要はここだけ刈り上げてる、刈り上げてるというか2ブロックにしてる。で、あと真っ白いんだよね、見え見え上、耳上、ボンノグボね。で、ボンノグボまでこう真っ白いにつないでね、後ろはつながってたけど、後ろはここ黒いんだよね。黒いからなんか2ブロック、全部2ブロックっぽいんだけども、見えるんだけども、そうじゃなくて、横だけ刈ってあって、上からかぶさってあって、まあ、後ろ繋がってるんで、後ろ下は刈り上げてる。そしたらここと横は黒いんだよね。要はこの、マッシュラインだけ、こう、何、紫っていうかピンク
身を帯びてて、刈り上げのラインは黒い。うん、刈り上げでこう綺麗に繋がってるからこうツーブロックみたいに見えるけども、そうじゃなくて横だけ刈り上げてる。うん。だからまあどうなんだろうね。まあもともと。1センチぐらい伸びてきたぐらいのところでバリカンで買って張り、あの刈り上げてるから、こうつながりがそのピンクのところと黒のところがあるっていうの感覚だと思うんだけども、実際ちょっと経緯が分かんないんであれですけど、うん、後ろはつながってますよ、これ。後ろはつながってた、横だけ2ブロック。つまり分かってれば別にね、普通の。マッシュじゃない？マッシュっていうかね、パパパパパパパって切っただけのヘアスタイルです。はい、で、これなのかも別に、あれだ。まあ、オールバックまでいかないけどね、センターパートでオールバックにするみたいな。感覚じゃない。鉢植え先じゃないね、ごめんごめん。まあ上ぐらいじゃない、結構上まで全体的に刈り上げて、がっつり刈り上げて、これは別にあのダウンパーマとかそんなにいらないと思う、普通に刈り上げてるだけだと思う。うん。でまあ耳、耳上もんのくぼぐらいまで、オーボネ、うん、まあ、だから別にここの耳上からちょっと前下がりとちょっと後ろ下がりみたいな感じじゃない、少し、うん、で段入れてメッシュ入れて、別にセットこっち側だけ後ろにしてこっち側垂らしてるってだけだから、後ろと横にセットすれば終わり。こんなワックスとか別に、うん、で軽くやればいいけど、別にあのクリームとかでもいいけども、あのオイルとかそんなやめてね。うん、なんかもうオイルとかじゃないよ、オイルとかっていうわけではないから、まあそこだけはちょっと見間違えないようにというかしてほしいかな、うん、と思います。で、これ、まあ、これも1枚目と似てるんだけども、いろんな切り方がある、切り方ができる。まあでも上のさ、こう動きを出したいっていうのは多分あると思うから、俺あのこことほとんどの人なんだけども、作り方を変えるんだったら、別に2セクションで切ってあげればいいと思うよ。作ってあげてもいいんじゃないかなと思う。要はこの青い部分、青い部分はちょっと短めに切る。要はまあ刈り上げてないんだけども、短めに切ってあげて、横短めに切って。で、後ろも短めに切るんだけども、襟足だけはちょっと長め、この辺は長めに残す。こう短いところからちょっと長めに繋がってくるような感じの、バランスの作り方。うん。で、短く切ってあげる。で、上の部分ね。
こうセンターパートになってるところ、センターパート部分はかぶせる、うん、でちょっと前下がりっぽいラインで作ってあげれば、そうすると下短いから下は収まって作られるんだけども、上は結構動かして動きがあるような感じになるから、アイロンした時とかね、こう上が動くんだけども下はピタッと収まってるみたいなバランスに作り変えることもできます。うん、そうだから中短いんだよけど上は長さがあるから動くっていうパターンにもなるし、まあこれね黒髪でもいいけども、ある程度明るい方が馴染みやすいバランスに持ってきやすいので、そこはちょっとね、もちろんカラーとの相性だったりとか、あの髪質との相性だったりとかがいろいろあるから、まあ、どっちがいいとも言い切れないんだけども、まあ、これなんか特に多分そっちの方ツールセクションで作った方が、うん、なんか僕はよくなるんじゃないかなとは思います。うん、物が多い人の方が、まあ、こういうのは合いやすいバランスだったりするので、まあ、そこはね美容師さんに相談したりとか自分の髪質を分かっている人に相談してやってもらう方が一番いいんじゃないかなとは思うので、その辺も含めてぜひやってみてください。バイバイ。